阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。有機オリーブ好スタート、ミスバラッド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくミスバラッド行きました。続いて前へ行くのは有機オリーブ、さらにはウィンドストロング、漆黒の馬体、クイックリーグ、その後ろ鳥海グラス、後方からの競馬。先頭に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはロングハッスル、その隣にミスバラッド、その外にリッチブルーム、黒の帽子、クイックリーグ、その後ろ、その隣にソングオブスポート、その横にオータムファントム、シルキーバーリング、それに続きます。ウィンドストロング、すぐ後ろ、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。さあ先頭は有機オリーブ、2番手は鳥海グラス、オータムファントム、3番手ロングハッスル、 B 位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は有機オリーブ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。有機オリーブ先頭、ミスバラッド先頭、2番手は有機オリーブ、追いすがります。チェリービゼンいっぱいになった。残り 200m、 ミスバラッド先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にチェリービゼン、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 1着、2着にはどうやらミスバラッド、これが G1 馬だ。チェリービゼン、中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。スマイルアース前に行きそうです。ステイキャスター、それに続いています。さらにはアルフライト、14番、サンタフェエッジ、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのはスマイルアース、並んで18番、ウィンドタウン、その外にサンタフェエッジ、その隣にノーブルシガー、その外にアルフライト、青の帽子、グランプリプラム、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のエトワールワイン最後方です。レイズリーガル、前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。もう一度先頭からサンタフェエッジ、先手を取りました。ステイキャスター、すぐ後ろ、スマイルアース、それに続いています。その隣にノーブルシガー、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはサンタフェエッジ、すぐ後ろにステイキャスター、さらにはウィンドタウン、その隣にスマイルアース、その横にノーブルシガー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ14番、サンタフェエッジ、ここで先頭が入れ替わりました。ステイキャスター、サンタフェエッジ、2番手に控えました。ウィンドタウン、3番手。さあエトワールワイン前を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭に立ったのはサンタフェエッジ、あと 200m、 先頭はウィンドタウン、ノーブルシガー必死に追いすがります。ノーブルシガー迫る、外から一気にグランプリプラム、グランプリプラム、グランプリプラム、1着、2着にはどうやらエトワールワイン、グランプリプラム、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。